こんにちは、石井和弘です。なでしこジャパン1分間選手紹介、長谷川唯選手です。テクニックに優れ、運動量もある選手です。2019年の女子ワールドカップではオランダ女子代表戦でとても美しいゴールを決めています。まあ、実は長谷川選手、今大会ではどのポジションになるのかがはっきりしていません。トップ下で自由に動くのか、サイドでパスを出すのか、それとも中盤の底を担うのか。ただいずれにしても、まあ、個性がある選手ですから、テレビで見てもどこに長谷川唯選手がいるのかはすぐに見つかると思います。